玄関ホール1階待合室2階切符売り場2階出発ロビー3連アーチのトレインシェット駅舎に四面夜景ビチェプスク駅はロシア第二の都市サンクトペテルブルクにある鉄道駅である市内に5つあるターミナル駅の一つ開業時の駅名はチャールスコエセローであったがこれは宮殿のあるチャールスコエセローへ向かう列車が発車していたことに由来している現在でも 全普通列車が子供の村駅に停車する。その後、ビーツプスクまで延伸され、現役名になった。ミンスク・キエフ・キシニオフ方面に行く列車が発着する。ロシア最初の鉄道駅として1837年に開業した。現在の駅舎は1904年に建て替えられたルネサンス風の建物である。内装はアール・ヌーボーの影響を受けており、装飾性が高い。 駅舎が特急列車のコンコース、駅舎西隣の広場が普通列車用コンコースとなっており、切符売り場も特急用と普通用に分かれている。駅舎の入り口では手荷物検査を行っている。駅舎は2階建てで、出口は1階に、プラットフォームへの入り口は2階にある。5面8線で、プラットフォームは2階にある。発車線は1から5番が割り振られており、発車線の番号は、 それぞれのプラットフォームの右側、左側という形で区別される。特急列車は行き先が主に3方面ある。一番多いのはビーチブスク方面で、キエフ業の白鳥号など1日7本前後が発車する。これらの他は、ビリギスリガ業の特急、バルト号、及びタリン業の中高特急が、それぞれ1本ずつあるだけである。また、ほとんどが夜行列車であるため、 夕方に集中している。普通列車は1日約50本発車する。おおむね毎時2から3本であるが、平日の午前中は2時間程度列車が発車しない、時間帯もある。モスクワ大通りが近く、モスクワ大通りの南北方面への路線が多い。ありがとうございます。